こんばんは、ピクミン2のんびり借金返済の旅。もうすぐ終わってしまいそうですけど、続きをやっていきたいと思います。あと300ちょっとなんでね一気に終わっちゃうかも。今回はどこ行こうかな。デメマダラの王国がまあ 100% になってないんで、そこに行くか。まあこっちは完全にまだ2つとも空いてないし、このシャワールームあれか、まだ終わってないのか。じゃあデメマダラ行きます。デメマダラの王国入りまーす。まあここはもうサクサクとね行きたいと思います。デメマダラの王国地下に。デメマダラの王国地下3。うわ、ここはこんなやばいとこだった。さっさと行こう。デメマダラの王国地下4。なんだろうこの金色のやつ。いなくなっちゃった。ピクミンの顔座ってる顔がすごいんだけど
デメマダラの王国地下5。ああ、なんかすごい複雑になってきた。まあ、特に宝はないんでね、さっさと行きましょう。構わず行きましょう。一匹遅れて入ってった。デメマダラの王国地下6。ここは一体いくつまであったんだっけ。ここかな、次かな、最後は。ここじゃない。めっちゃ紫増えて嬉しい。デメマダラの王国地下7。ここラストかな。お、ファイナルフロア。それでどうすればいいのか、ここ難しいな。水のとこ近寄れないし、こいつのとこも近寄れないし。ちょっと落ちたんだけど今。毒をたくさん食われちゃった。もは250、すごいな。ミスターハニー一番高いんじゃないか、今までの中で。毒を犠牲にしたけど、すごいお宝ゲッチしたぜ。やっとだよ、やっと。あと20で終わっちゃうんだけど。たくさんの犠牲のもと、やっとまた。なんかちょっと待って、なんか溺れてたっぽい音が聞こえたんだけど。ちょっと戻ろうとしたら間違って出ちゃったよ。ミスターハニーちょっとでかいでしょ。洞窟コンプリート、あとたった20。ていうかピクミン22も殺してしまった。いや、もうほんと終わりが見えてんだけど。あと何かちょっとしたものをもう入れちゃえばもう終わっちゃうんだけど。
ね、これ終わったらどうなるんだろう。ちょ、補充しようか。あと他に特にここら辺に落ちてるやつはないんだよね。なんか結構虫っぽいやつでも61も稼いでるっていうのがすごいな。いやーもう毒が4匹やられちゃってる。貴重なのに。オリマー君、今すぐ矛盾戦に戻ってくるんじゃ。わしに代わって人質になってくれ。わしがに、いや、お宝を探すから、それまでの辛抱じゃよ。悪い話ではないじゃろ。思い切り逃げようとしてる。そんなことは許さない。わお、ここの目覚めの森はもう完全コンプリートかな？眠りの谷だけね、なんかあと2つもあるんだけど。シャワールームって何だったっけね。シャワールーム 100% にしていこうかな。もうそしたら終わっちゃうんじゃないかな。これどう1万歩稼いだら完全に終わるのかちょっとわからない。サクサクってやっていきましょう。急にこの人見たことないんだけど。どういうこと。めちゃめちゃ危険地帯ってことここ。あんなの前いなかったじゃんか。しかも飛んでるんだけどこいつ。そっち行っちゃダメだ。なんでこいつ一匹だけ飛んでんだ。こいつはもともと飛ぶやつなのか。危険すぎてあっちに近寄れないんだけど。なんなの急に。カエルがいる。危険すぎるんだけどここ。もう全然平和じゃなくなってんだけど。あ、乾電池があるね。乾電池取らなきゃ。え、なに？ちょっとおかしいよ、ここ。どうかしちゃってんじゃない？どうかしちゃったよ、ここ。
か食いたい放題になってんだけど。あ、ダメ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 。もうなんかてんやわんやなんだけど。どうしちゃったんだここ。え、どこ行った？運んでる？ひょっとして。ちょっと運んじゃダメだって。殺されるじゃん。どこ行っちゃった？残りのやつはどこ行っちゃったの？パニックなんだけども。やるしかないのかな。めんどくさいなこいつだけどよくわかんなくて。踏まれちゃった。なにこれ。ボーナスみたいに。いらないから殺さないでよ。シャワールーム入ります。あ、毒が必要だけど、まあいいか。シャワールーム近い地、多分白い花あるんじゃないかなって思うんだよね。白い穴、穴で、あ、ほら、早速あった。白い花があれば。うわー、またここか。いやだ。一気に潰されて殺されちゃったんだけど、無ご。え、ちょっと待って、あと4なんだけど。え、もうなったんだけど。一万歩こなったんだけど。シャワールーム地下に。これもきっと多分最終だけなのかな。宝が。シャワールーム地下3。
シャワールーム地下4。こんなとこから始まって大丈夫なのかな。シャワールーム地下5。シャワールーム地下6。あー、ここすごいなんか変なやつがいっぱいいるとこだよね。最悪だここさっさと行っちゃおう。どうせお宝もないし。最終かな次が。行きましょう。めっちゃ減ったんだけど。シャワールーム地下7。少ないよ。めちゃめちゃ少ないよ。ファイナルはいいけどめちゃくちゃ少ないよ。なんか向こうにでっかいのが見えんだけど。戦えなかったんだっけこいつって。尻尾に張り付くっていうのがねちょっとよく分かんなくて、めっちゃ興奮してんだよねあいつ。何あいつ減ったんだけど。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、花がわからない、どこにあんの。体でかすぎんだよなこいつ。ちょっと待って、全然スプレーが効かないんだけど。ピクミンがいなくなっちゃうんだけど。頑張れ頑張れ、あと17しかいないんだけど。ちょっとちょっとちょっと、ちょろちょろ動くんじゃねえこいつ。ちょっとマジで尻尾の方に届かないんだけど。マジでムカつくこいつ。いなくなるいなくなる、ちょっと当たんないんだけど尻尾に。
ちょっと待って、当たんないよ。ちょっと待って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 、マジで6匹しかいない上に当たんないんだけど、なんなんこいつ、帰れなくなっちゃうじゃん。ダメだこれ、できない。ピクミンが当たんないよ。なんか回復してない、しかも。ちょっと当てることができないんだけど。乱れる乱れる。ああ、もう4匹しかいないよ。え、急に。ちょっと運べないんだけど。で、3分の2っつっても運べないんだけど。あのヌメヌメした生物の体が溶けて中から出てきたもののようです。なんだかヌメヌメしてそう。本当に回収するんですか？何でもかんでも私の中に放り込んで、たまには私の格納庫を掃除してくださいね。そんなことより運べないんだよ、ピクミンがいないんだから。これどうすんの。ピクミンいないんですけど、どうすればいいんですかね、これね。ちょっと待って、食べさせればよかったってこと？白ピクミンを。ここって増やすことなんてできんのかな。出すことなんかできないんだよね。しかも戻ることもできないのに、どうすんのこれ。やり直しってこと？なら白ピクミンだけ食わしてりゃよかったんじゃないか。ちょっとマジで戻ることもできないし、運ぶこともできないし、最悪なんだけど。せっかくやったのに。ちょっと2分の1ってどういうこと。2人で運べるようになってんの。どういうこと。いつもだったら絶対無理なのに。どんだけ親切設定だよ。ありがたすぎるんだけど。100ってしょぼ。真空波動スピーカー、あんなに大変な思いしたのに、あの埴輪みたいなやつより全然安いじゃん。この形、音波を出力するのにぴったりですね。ふむ、少しお待ちを。私の開発していた音響装置の最後の部品として使ってみました。メガスピーカーの完成です。オリマーさんたちの笛の音の届く範囲が広くなりました。広くなりました。それはいいんだけど、まだ終わんないってことじゃ。変わった？変わったかどうかは分かんないけど、とりあえず帰ろう。信じられないな。もう引っかかんなよ。あの鼻の先っちょみたいなのも運んだ方がいいのかな。てか開けんの時間かかりそう。いや、これはもう運べないんだ。3分の2だからね。時間かかるので早送りです。そう思ったら何、2匹でこのパワーってどういうこと。ゲームバランスめちゃめちゃ崩れてね。まあいいや、帰ろう。たった2匹。
てか虫の方が高いってどういうこと。洞窟コンプリートはいいけどさ、114も失ったんだけど。え、この後どうなるんだろう。一応借金終わっちゃったんだけど。2対2みたいな寂しい光景。よく帰ってこれたよ。借金返済完了したけど。やりました、1万歩子達成です。ホコタテ運送は多分永久に不滅です。さあ帰りましょう、ホコタテ星へ。涙なのあれ、社長の。本当に終わったんだ、すごい。なんかはなんかあの脳が範囲が広がったとか言うからまだ続くのかと思ったら本当に終わりましたね。最後なんで驚いた顔してたのかちょっと私分かんなかったんですけど。初めてクリアしました。なんか思ったより短いなって。この続きがあるのかもしれないけど、まあ一応1万歩子の借金を返したということでピクミン2は終わりにしたいと思います。まあ最後クレジットのエンドロール見て終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまた違う動画でお会いしましょう。それではまた。